おい邪魔邪魔君たち弱いからもうしょうがないからもう3対1でやろう。3対1でやってあげましょう。3、2、1、邪魔邪魔、おい邪魔された今遅いんだよほんと。おいおい3人で来るな、3人で来る。おいチーミングしろ。あーよし、オッケー。あごめん、おい容赦ねえな。小学生だ、小学生3年組になるか。本当に容赦ねえんだよな、一人。建築。この野郎！見つけたぞ！あ！あ！うわ、誰だ、お前。僕でーす！ふぅふぅ！あボクシングさん、なんかお前ら仲悪いな。お前ら派閥できてんのか、そっちでお前ら派閥できてる、もしかして。ちょっとマシュメロに聞いてみよう。マシュメロくん、マシュメロくん、派閥できてる、そっちで。仲悪いやついる、大丈夫じゃあみんなありがとうね、楽しかったよ。じゃあねー。なんか殺しそうでちょっと怖い。君のような勘のいいガキは嫌いだよ。いや殺さない、こね、殺さないから。そんなんするわけないじゃん、そんなんするわけないじゃん。やばいやばい、音上げない、音上げない、音上げない。そんなことするわけないじゃん、僕は小学生に向かって。えそれよくないよ、それ疑うこと自体が本当に。もっと強くなって生きろ。おう、もっと強くなって生きんねえとダメだわ。やっぱ悔しいわ。ちょっとソロマッチングしよう。あ、この家にいるな。いやーいいねー、いやー素晴らしい素晴らしい、100点。ほんと小学生とかとさ対マンするとフォートナイト上手くなるから素晴らしいな。うぅふぅ、あいちゃいまーすいるな、あぶねー。うわ、本当に素晴らしくなるよね、動きがね。全然違う。もうなんか、フォートナイトやる前にやりたいけどな、このウォーミングアップとして。もう全然動くやつが。あれみたい。ロックリーのさ、なんか、重りを外したバージョンみたいなのあるみたいな。そんな感じがする。ガチで分かってる。いや、本当に毎回思うんだよね。レベルがどんどん上がっていく。今までね、タイマンってしてこなかったんだけど、タイマンしてから思ったけど、建築も早くなるし、素晴らしい、すべてが。今の小学生、ロックリー知らない？知らないの？ロックリー。マジで？ロックリー知らない？知らないのか。何？最近の小学生は何？働く細胞とか見てんの？働く、働く、細胞。マジで？そう、ナルトのロックリー。ガイの方が好き。ガイちょっと熱いから、熱すぎる、うん。情熱が熱すぎる。ガイかっこいいけどな。ボルトか。はいはいはい。ボルトの時代か。最初ボルトって言ったらね、ウサインボルトかと思ったね、最初ね。ナルト見てる人で。わかるでしょ、この気持ち。何ボルトって、みたいな。僕がナルトで好きなキャラってなんだろうな。好きなキャラか。三国無双だったら緑好きなんだけどな。ぬはははみたいな感じの。あと、織田信長。私が信長だ。チョスチョス、お、なんか飛んでる。絞り、絞り、絞りエイム、絞り。えいえい。全然当たんねえ。やばい。Oh my goodness！ 息、シテロー。ボーラーで移動してる。
危な。うまいね。うほ。ジジ。残り4人だぞ。ああ、上にいる。うわ、死んだ。クッキーマンだ。やっちまいな。いや、クッキーマンに負けるわけにいかない。本当のクッキーマンはわしじゃ。クッキーマン選手権。私が本当のクッキーマンだ。オッケー。クッキーマンに負けるわけにいかない。実質クッキーマンみたいなとこあるから。初期スキンやけど。よっしゃ、いい感じだぞ。あ、 1v1 だ。ちょっと大胆に行こうか。うわ、やだやだやだ、怖っ。どこにいんだろう。怖すぎ。見られてるかもしれないって考えたらちょっと気持ち悪いね。どこにいる。え、怖っ。こんな広いのに一人しかいないの。いないよね、あそこに。もう見られてるね、銃声したから。え、怖い。これどうなんの。怖い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 。おー、怖い。あ、いた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 。いやー、スナイパー持ってそう。お、どこ行った。いや、怖いな。どこにいるんだろう。いた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 。走っております、走っております。お、こっちだ、アンチ。危ない危ない。アップだ、今頭出てた、スナイパーで撃ち残す。アップねー、マジで。ずっと見てる。なんもないの。うん、ジッチ。あぶねー。結構有利だ。邪魔。ストーム、なんちゃる、邪魔。青ニットだ。徐々に詰められている。あれ、全然違うじゃん。あっち。どういうこと？やばいくね、あの人。全然やら当たんないんだよ。どこ行った。あ、いた。次元次元次元。オッケー。オーマイグッネス。はい、ジージー。アピエールタキアイオゲ。悲しいんだよな、ちょっとこのアカウント。なんかスキンがないとちょっとやる気 1.5 倍ぐらいないわ、うん、悲しい。アリーナって制限あるの。なんかね、もうアカウント新しくしたけどね、アカウントレベルってのがあって、やっぱ必要最低限あるみたいね。まあ普通にやってる人は全然そういう制限に引っかかんないんだけど、アカウント作りたてとかそういうのだと制限されたわ。いけない。ディスコフィーバーね、早くやりたいな。早くアカウント、ズギュンってなってほしいんだけども。